ですね、はい、さあまもなく試合開始のゴングです。試合が始まりました。 WBA 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、デンマークはコペンハーゲンです。黒のトランクスが挑戦者、ベテランのエリック・ルーカス、元 WBC のスーパーミドルのチャンピオンでもあります。ですから返り咲きを狙った試合、ジャブを出していったのはケスラー、白のトランクスです。背中にこれコマーシャル入れてますね、なんとかドットコム。ルーカスが日本に、まあ、あの WBC 総会で来た時ずいぶん背高い選手でしたけどね、やっぱりケスラーずいぶん肩幅大きい、背も高い感じしますね。そうですね、あの手元の資料で言いますと185センチですね、ルーカスは183センチとあります。ルーカスよりまだ2センチ高いんですからね、まあ、スーパーミドル大きな選手はいますけど、やっぱり大きな方に入りますでしょうね。それとですね、そのデンマークはスーパーミドル級にその世界ランカーが揃ってるんですね。あ、だから体格的にミドル級以上ですね、やっぱり北欧の選手っていうのは大柄ですよね。そうですよね、まあ、ジョニー・ブレダルみたいな例外的なそのバンタム級の選手もいたんですけどね、おおむね大柄の選手が多いですね。ルーカスは、はい、距離の長さ感じてますね。ああ、そうですか。まあ、どうやって、潜り込もうかということですけどね。あ、潜り込もうとすると左にまっすぐ左ジャブ疲れますからね。このジャブがいいジャブなんですよね。これが力ありますから ね、そのジャブをかなり頻繁に出しています。もう今ちらっと見ただけでも、あの井出さん、結構威力あるんだなというのが分かりますもんね。そうですね、その威力もあって、あと今みたいに長いので、本当にルーカスの方は入りにくいですね。あの、やっぱりリーチの長さっていうのは一つの大きな武器になりますよね。そうですね、羨ましいぐらいの体型を持っています。長いですね、綺麗に伸びます。そして確かにルーカスはこの距離の長さというのを感じているようです。プロントランクスルーカス、ただベテランですからね、百戦錬磨、いろんな試合をこなしてきています。これをどう攻略していきますか。リーチとしてはルーカスの方が長いみたいなんですけどね、ケスラーの方が長く使ってますね、肩をうまく入れながら。そうなんですよね、あの手元の資料ではルーカスの方が3センチほど長いんですけども、これやっぱり見た感じはチャンピオンの方が長く見えますもん ですね。ケスラー、さあ潜り込もうとしています。エリック・ルーカス、カナダ。結構パンチは出しているんですけども、ケスラーは結構おとなしめに感じさせます。立ち上がり、バイキングと言いますとガンガン行くようなイメージがありますけども、浜田さん、決してそういう感じじゃないんですよね。クールですよね。 まずですね、ガードを固めてそこからやるんですね、何でもかんでも打つんじゃなくてですね、チャンスだから打つんじゃなくて、まず自分を守ってそこから行きますから、相手からすると打てないですね。しっかりとしたアマチュアの経験があるというあたりから、そういうスタイルになっているのかもしれません。第1ラウンド終了しました。小泉さん、お願いします。まあ、1ラウンド目はですね、そのジャブをその頻繁に出してましたからね、まあ、手数の差でチャンピオンケスラーですね、10対9です。はい、1ラウンド見た感じは小泉さん、どういうトータル的な印象でしょう。やはりですね、そのジャブを突くことから始めるっていうのはですね、ケスラーのそのボクサータイプとしてのですね、自信なんでしょうね。一方ですね、ルーカス、ベテラン選手はですね、相手の出方をちょっと見てると、だから2ラウンド目から そのルーカスがどういうふうに出てくるか、それ面白いですね。飯田さんが1ラウンド見たらどうですか、印象というのは。この試合の印象ですか。もうやっぱりケスラーの、左のジャブですね、それがもう全て支配してたなという印象ですね。かなり目立ちましたね、やっぱり ね。何かルーカスはどうしようかなって考えがまとまったように見えました。いや、まだまとまってないと思いますそうですか、はい、という間に3分間が過ぎてしまいました。さあ、第2ラウンドです。 WBA 世界スーパーミドル級の回答、これは大変だと思ってるでしょう。でしょうね。この左襟が長いだけじゃなくて、これ力ありますからね、これを立て続けに打たれたんじゃ、これもう弱ってしまいますからね。じゃあ、浜田さんがこのケスラー目の前にしたらどういう作戦立てます。ケスラーとという場合ですね、ルーカスにとって変わって、まあ、浜田さんが戦うならば、スタート面から厳しいことは本当に厳しいですよ、はい、というのはうまい選手ですからね、うまさ同士でやって、まあ、五分ですよね、うまさでやって あと力がどうかというと、この選手力ありますからね。だからどういうふうにやるか、この選手を焦らすことですよね。なるほどね。 これだけディフェンス硬いとですね、なかなか崩れないですからね、どうやれば
焦るか、まあ、左の彼に打ち合いでもやっぱり相手の方が分があるんですからね、ディフェンスの上、まあ、ガードの上打ちながらどうやって崩せるかですよね、はい、そして相手が、焦って、出てくるところそこでしょうね、まあ、ルーカスのいいタイミングありますから、自分のいいところを生かすのはそこでしょうね。おー、ワンツー早い、左3つ目まで返していきます。飯田さん、何かこう教科書に載せてもいいようなケスラー動きしますね。そうですね、よく左も出てますし、今のところいい立ち上がりをしたようです。そしてブロック、硬いブロックを持っています。ちょっとルーカスが今強引に入っていこうとしてますね。なんかいろいろこうやろうとしてるんでしょうね。そうですね、離れるとケスラーの左分ですからね、はいはい、だから逆に縮みたいんですね。あ、ケスラーは見た感じ、浜田さんどうですか、冷静にいつも通りのような感じですか。セコンド陣から、まあ、要するにルーカスのセコンド陣からすると憎たしいぐらい冷静でしょうね。あ、冷静な表情、瞳をしていますミッケル・ケスラー。向きになって打ってくるんであれば、まあ、ルーカスも危ないところ出ますけどね、危ないところも出ますけど、相手にもケスラーにも隙ができるというところなんですけどね、はいはい、隙がないですからね、まあ、この冷静さがやっぱりヒットマンという、ね、ニックネームぴったりです。ゴルゴ13みたいですが、ミッケル・ケスラー非常に冷静に試合を進めます。小泉さん、この選手やっぱりベースといいますかアマチュアでしっかりとした戦績残してるんですよね。そうですね、アマチュア歴がですね47戦44勝3敗ですね、はい、年もまだ26歳と若いですね、でヨーロッパのチャンピオンにもなってるんですよね。そうですね、ですからちゃんとした実績を積み上げて世界の頂点に上がってきています。まあ、タイトルを取ったのはですね、はい、まあ、プエルトリコのマニシアカジュニアから取ったんですけどね、打ち返します。まあ、シアカもですね、このテスラのですね正確なストレートパンチにですねやはり敗れたわけですね、さあでポイントはどうしましょう。このラウンドも非常にジャブが有効だったですね。でケスラのジャブにスナップが効いてですね、その戻りが早いですね。構えた位置にまっすぐ戻ってきますね、ポイントは10対9です。ゲストの飯田さん、はい、ルーカさん、何か見つけたような感じありますか。まだ止まってますかね。そうですね、今第2ラウンドもいろいろ試してみたと思います ね、ルーケスラのジャブの引きに合わせて入っていくとかっていうこともちょっと見えたんですけど、ケスラの引きが早いですね。おで思ったよりこう入っていけなかったと、入った時にはまたケスラがちょっと下がってたとか、そこにはいなかったというのがありましたね。だいぶ手強いぞというのを余計感じ取った感じでしたね、というのが右のエリック・ルーカス、ベテラン14年のキャリア、ちょっと困ってるようです。浜田さんはどう見ました、第2ラウンドあたりは。ルーカスですか。ルーカス、いやー、やっぱりもう厳しいでしょ。厳しい厳しいでしょ。まあ厳しいんで考えてるとこの左飛びますからね、はいはい、考えさせないですよね。あ、まあ、ちょっと先ほど飯田さんおっしゃったようにグッと出てったシーンもあったんですが、ブロックされたり、跳ね返されました。それを受けたチャンピオンの方は、浜田さん、どうですか、 1,2 ラウンド通して。ケスラーは常に冷静で大事に、そしてセーブしながらですからね、はい、これだけセーブしながらだからもう全部読めますよね。ある意味一生懸命やるとルーカスにもチャンス出てきますけどね、セーブしてるんですから、いつもこう手綱をね引いてるような感じがあります。要するに今ルーカスは一生懸命なんですね、一生懸命とケスラーもセーブしてるんですから、はい、それでいて、ケスラーの方がまだまだ力あるんですからね、ずいぶんなんて言うんでしょう、トータル的な余力がすごいですよね、そう、カパシティがね、もうトップギアに入れないでゴールまで行っちゃうようなチェッカーを受けるような、そんな、それだから隙がないんですよね。むしろですね、ケスラーが強引に来た時の方がルーカスの持ち前のタイミングも生かせるんですけどね。ただその時のはルーカス危ないですよ。そうです、危ないけど、そこが本人のタイミングの取りやすいところですね、はいはい、右ショートボディ、いやルーカスもショートで打ち返しています。ルーカスはああいうのがうまいんですね、はい、ああいう風にタイミングの取り方、結構入ってくれるのはルーカスにとって嬉しいんじゃないですか。危ないですけどね、危ないですけどチャンスがあるんですね。
2004年の11月にマニーシアカ相手に7ラウンド終了 TKO 勝ちでこのタイトルを手に入れました。チャンピオンのケスラー、シロントランクスで初防衛戦が先ほども言いました2005年の6月ですから、小泉さん、随分間隔を上げてね試合をやってるんですよね。そうですね。でもこれだけお客さん集まるんですから、人気相当のものと思います。おそらく時間かけて大事に体を作っていくんでしょうね、この選手は。26歳ですしね、まだまだこれから先、成長していきそうです。まあ右ストレートを今打つようになってきましたけど ね、さっき、まあ、ルーカスが潜ろうとするところ右アッパー突き上げようとしましたから、ありました、ね、テスラーが、その時に左フックルーカスが返しますからね、おそらくあれを見たから右アッパーまた当分打たないと思いますよ。あ、また距離、あ、いいジャブ、ね、いいステップインして、ね、いいストレート、いいジャブだったですね、はい、で踏み込んでくると右合わせようとします。まあ、この選手はそのパンチの当たる距離、射体っていうのを知ってるんですね。綺麗な方が映りましたが、これはケスラーサイドの方でしょうか。かなりのアップだったんですけどね。まあ、右合わせました。いいカウンターですね。ルーカスもしっかりしてます。逆にこういうカウンター打たれるのは苦しいですね。あ、そうですか。全部読まれてますから、はい、ポイントいきましょう。このラウンドもそのジャブ、ストレートパンチ、そのシャープで有効だったんですね。10対9チャンピオンケスラーです、はい、飯田さんのご意見はどうですか、このここまで。全く小泉さんと一緒ですね。まあ、ケスラーの方がいろいろアッパーを出してみたりストレート合わせにいってみたりするんですけど、まあ、ルーカスの方はいろいろやってみるけど何も当たらないという感じですね。飯田さんがもしルーカスだったら、じゃあこれから先どういうことをやろうと思います。まあ、ケスラー今度やっぱジャブの打つだけの時がはっきりしてるんですよ。はいはいはい、ワンツーにつなげる時とジャブだけでさばいてる時があるんで、ジャブだけでこう距離を取ってる時にはそのジャブの引きに合わせて入るっていうような入り方の、まあ、一つがあると思うんですけれども。なるほどね。確かにジャブだけの時ありますよね。見てるそれで様子見なんでしょうか。そうですね。その時に合わせることができますでしょうか。エリック・ルーカス、 WBA の世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。混戦のこのスーパーミドル級戦線、その一角 WBA のチャンピオンは、実力者ミッケル・ケスラー。2回目の防衛戦です。地元デンマークで行っています。この人はあんまり、国外には出ていきませんで、シロン・トランクスのチャンピオン、前回がオーストラリアで戦いましたアンソニー・マンディン相手、その他はアメリカで1回やっただけ。まあ、ですからデンマークで、小泉さん、興行が成り立つということになるんですよね、ちゃんとね。そうなんです。だからデンマークからデンマークなんです。すごいいいふりしてしまいました。はい、というのはですね、デンマークには大プロモーターいるんですよね、モルゲンスパレ、でそれの娘さんベッツナパレって言って、まあ親子プロモーターなんですよね、その娘さんが。はい、まあ、今はその娘さんがその取り仕切ってるんですけれど、年2回ぐらいその間隔かけるとですね、大興行をそのやることができるんです。デンマークじゃこの間隔がいいんですね。だからマイク・タイソンを呼んでですね、振り込んできました。このラウンドからはですね、だんだんきつくしてますね、踏み込んでのストレート、このラウンドの頭にもありましたよね。だんだんプレッシャーきつくなりましたね。ちょっと今いい動きになってきました。小泉さん、続けられますか話。はい、はい、そのマイク・タイソンを呼んでブライアン・ニエルセンと戦わせた時ですね、やりましたね。だからデンマークはマイク・タイソンを呼べるだけのその工業的な財力があるということです。なるほど、そういうことですね。